はい、皆さんこんにちは、ポラリスです。この動画は巨大でハイスペックで大容量な本格水冷自作パソコンを作るシリーズのその9になります。今回は RGB LED のお話です。もう完成間近のこのパソコンは、当然水冷配管を中心としたキラキラでピカピカのパソコンにしていきたいと思っているので、たくさんの RGB LED を取り付けることになります。その RGB LED 機器の中で一番多いのがサーマルテイクの製品です。なぜそうなったかというと、こういったファンや水冷の RGB 機器ってたくさんつなげられるように、さらにファンは回転数なんかも制御できるように独自規格を採用しているものがほとんどです。いろんなメーカーが混ざれば混ざるほど、接続するためにマザーボードの USB 端子を使うし、無駄な配線が増えることになりますよね。という理由でサーマルテイクで揃えました。ファンだけだったらコメントでもいただいた NGXT のものが評判がいいのは分かってるんですが、もうサーマルテイクのファンを買ってしまってるわけですし、 CPU のウォーターブロックやポンプなんかは NGXT のラインナップにはありませんからね。なぜ今回 RGB LED のお話をしてるのかというと、初代 Core i9-9900K を使った本格水冷パソコンを作った時に発覚した DT-RGB+ とロケットレイドの相性問題、これを解決しておかなければいけません。サーマルテイクの RGB 機器は専用のハブで次々とサーマルテイクの対応した機器を増設できるのですが、当然これは独自規格。これらの機器を制御するためには専用のアプリ DT-RGB+ が必要です。このアプリは接続したファンやウォーターブロックなど個別に LED の発光パターンが制御できたり、スマホから声で LED を制御できたりと本当に多機能で魅力的なアプリなのですが、ロケットレイドのドライバーとこの DT-RGB+ が同居すると起動直後にブルースクリーンが発生するという問題が発生して全く使い物になりません。ロケットレイドは 30TB という高速かつ大容量を実現するためになくてはならない存在だし、いろいろと相性問題がささやかれている DT-RGB+ の方を何とかする方向で考えました。まず見つけたのがサーマルテイクのユーザーの方が作って公開しているアプリ。ただこれはコマンドラインで動作するアプリで、発光パターンやファンの回転数をこんなテキストファイルで設定する必要があって明らかに面倒なのと、何より情報が少なくて僕のスキルではサンプルプログラムさえ動かすことができませんでした。なのでこれは却下。そこで他の手はないかと探して見つけたのが、同じサーマルテイクが発売している TT シンクコントローラー。これはサーマルテイクの RGB 機器を ASUS のオーラシンクをはじめとした各社マザーボードの3ピンアドレッサブル RGB 端子で制御することができるものです。これを使えば TT-RGB+ を使わないで済みそうです。それでは現物を見てみましょう。入力は3ピンアドレッサブル RGB 端子が1個、電源、これは SATA の電源端子から取る形です。あとはファンの回転数制御端子が各面に1個ずつ、合計3個。出力はサーマルテイクの RGB 機器をつなげる専用のコネクターが各面3個、合計9個です。これを使うことによって9個のサーマルテイク RGB 機器を接続することができるようになるわけです。ただこの TT シンクコントローラー、このまま使うには問題があるんです。マザーボード側の設定を虹色に光る設定にして TT シンクコントローラーに接続した場合、こんな感じで光ります。なぜこうなるかを知るためには3ピンアドレッサブル RGB がどんなものかを理解する必要があるのですが、まずはマザーボード上にある2種類の RGB 端子の違いから説明していきます。最近のマザーボードの多くは4ピンと3ピンの RGB 端子がついてますよね。この2つの端子に互換性はありません。じゃあどのように違うのでしょうか。まずは4ピン RGB LED から見ていきましょう。4本のうち1本は 12V の電源で、残りの3本は RGB の光具合を制御するためのものです。ちなみに RGB とは、皆さん光の三原色という言葉は聞いたことがあると思います。カラー LED はこのレッド、グリーン、ブルーの3つの色の LED の光具合と、全部消えた場合の黒で色を表現します。なのでカラー LED 1つの中にレッド、グリーン、ブルーの3色の LED が入っているというわけです。画面はイメージですので大きく書いてありますが、実際はとても小さいので3つの LED が入っているようには見にくいかもしれません。光具合はどのように制御しているかというと、例えばブルーの配線に 0V、 グリーンとレッドに 12V、
という状態だと、ブルーの LED は両端が 12V と 0V なので電気が流れて、青の LED が最も明るい状態で光ります。グリーンとレッドは両端が 12V と 12V、 電圧差がないので電気は流れず LED は消えた状態になります。 LED を延長するときはこのままつなげていくだけです。この状態でさっきのようにブルーとレッドに 0V、 グリーンに 12V がかかっていたとすると、ブルーとレッドは 100% の明るさでついて、グリーンは消えるということになります。こんな感じで全ての LED が並列につながっているので、全部同じ色でしか光らせることができないということになります。ちなみに中間の明るさはどうやっているのかというと、 PWM という技術を使っています。これは高速でオンオフを繰り返して、その比率で明るさの制御を行っているのですが、このあたりを詳しくとなると複雑な話になるので、また別の機会にお話しします。じゃあ3ピンの RGB LED についてはどうでしょう。3ピンの方はアドレッサブル RGB といって、こんな感じで虹色のグラデーションでも表現できてしまいます。ピンの数は4ピンより1つ減っているのに、表現力の方はこっちの方が上というのは不思議ですよね。それではその構造を説明していきます。色を光の三原色 RGB で表現するのはこちらも同じです。3ピンアドレッサブル RGB のピンの役割はこうなります。電圧は 5V で、もう一つはグラウンド。分かりにくければ乾電池のプラスとマイナスと考えても大丈夫。最後の端子は信号線です。この信号線を使ってつながっている LED に対して光り方の指示を行っているわけです。さらに細かく見てみると、この LED ユニットには専用のマイコンが内蔵されています。このマイコンで信号線から受け取った命令を理解して光り方をコントロールしているわけです。そして信号線の出力端子から次の LED に光り方の命令をリレーする、そういう動きをしています。でも単純にそう考えると、つながっている全部の LED が同じように光るはずですよね。ポイントは信号線に流れている命令です。こんな感じで何番目の LED をどのように光らせたいかという情報を合わせて送ります。この命令を受け取った LED は先頭の1個目の命令を元に LED を光らせます。それと同時に自分が取り込んだ以降の発光パターンの命令を次の LED に送ります。それを受け取った2番目の LED も同じように先頭1個目の命令を元に自らの LED を光らせて、それ以降の命令を次の LED にリレーします。これを繰り返すことで元の命令文の通り5個の LED で赤のグラデーションが表現できるというわけです。この流れをひたすら繰り返して、あの美しい発光パターンを実現してるんです。すごいですよね。以上が3ピンアドレッサブル RGB の動作原理。話をサーマルテイクの RGB に戻すと、まずファンはさっきの LED がこんな風に円形に並んでいる状態です。TT シンクコントローラーは各側面3個の端子が1つの長い LED になるように配線されています。なのでファンを3つつなげたら LED の順番はこうなって36個の LED が並んでいる形になるわけです。オーラシンクに設定する LED の数は36個。ちなみに12個に設定すると最初の12個しか LED が光らないので、2番目と3番目のファンは全く点灯しない形になります。そこで TT シンクコントローラーの改造をすることにしました。ここでお約束の注意事項です。いちいち読んでると長くなるのでサクッといきます。分解は裏面4本のネジを外すだけです。改造した箇所はここ、このパターンをカット。これは次の LED に命令文をリレーする配線です。カットしたままだとここにつないだ LED は全く光らなくなるので、最初の1番目の LED に信号が来る線を分岐してつないであげます。ついでに確認をしましたが、 LED の電源は SATA 電源から取っているので LED の電源の容量が不足する心配もなさそうです。この改造をすることで全ての LED が1番目の LED として信号を受けることになります。ちなみにこの場合の LED の数の設定は12で大丈夫です。ただし全ての LED をまたいだ光が流れるような演出はできません。これで無事サーマルテイクのファンやポンプといった RGB 機器を ASUS のアプリオーラシンクでコントロールすることができそうです。ただ LED 問題は全てが解決したわけではありません。以前動画で改造した光るメモリーです。
テストの時には4個しかつけてなかったのですが、8本取り付けるとおそらく電源の容量が足らないのでしょう。明らかに光り方がおかしいです。この解決法も手は打ってあるのですが、まだ試せてないのと動画が長くなってきたので、この辺で。次回は少しテーマと外れますが、3D プリンターの紹介です。このパソコンを完成させるためにはどうしても必要なアイテムなので、安めのものを購入しましたが、果たしてその性能はどうなのでしょうか、見ていきたいと思います。それでは今日はここまで。この動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。こんな感じでこのチャンネルは自作パソコンの話題を中心に、時にはガジェット系のレビューやカメラの話題をお送りしたいと思いますので、興味がありましたらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。